残念です。本当に残念です。行政訴訟でいい判決が出ていたんでね、それを踏襲するかっていう期待はあったんですけど、不当な判決だと思います。我々弁護団からすれば当然不当判決ということであります。判決文を読みますとですね、まさに2014年の3月通知べったりというほかありません。行政追従環境省の通知をそのまま踏襲して、いる判決であって極めて不当であると考えております。私どもとしては行政事件訴訟で全面勝訴を得ました。それに遅れての判決指定ですから、ある程度の期待をしていたわけです。行政訴訟を踏襲するんじゃないかという期待はしていましたが、見事に裏切られてしまいました。2名の不当判決の原告ですが、いずれも家族内に認定患者がいないということであります。家族内認定患者がいない場合は棄却するという判断基準がまず根底というかてっぺんにあって、それによって証拠のいいとこ取り、魚を食べていないという証拠を上手に拾って有機水銀暴露がないという判断をしたと、逆さまの判断をしていると思います。この判決は何とか糾弾していかないといけないと考えています。今回の2人の原告の棄却については、基本的に地裁と同じ判断だったということです。判決の中で前進面といいますか、唯一その評価できるのは、その阿賀野川の川魚のメチル水銀汚染が昭和41年以降も、昭和電工が、の、排水口の、浚渫工事を行った昭和51年まではメチル水銀の高い魚がいたということを認めているということは一応評価はできます。ただしそもそもの魚の喫食歴を評価ちゃんと事実を見てくれなかったという点では非常に不当な判決だったということです。これは地裁と同じ判断基準です。80代の原告については地裁の段階でも昭和39年から40年に漁業協同組合をやめていると、だから魚を食べる量は減ったんだと、こういう論理展開をしているんですね。ただ実際には、父親が、原告が、20歳の時に亡くなってます病気 でその時の医療費の借金とかそういったものを返しながら、その後結婚をしていくわけですけども、非常に貧しかったんで魚を食べる野菜は、取れても魚はもう赤野川に依存せざるを得ない、そういう中で漁協の権利を売ったのはそのためのお金が必要だったということなんですね。でそれ以前その漁協と漁協を辞めて以降もずっと食べ続けているのに、それを認めてくれなかったという点では非常にこう、不当な解釈、事実を無視した判決だったということです。でもう一人、43年生まれの40代の女性ですけれども、この方については、実は最初に斉藤医師に診察を受けたときに水俣病が騒ぎになるまで魚を食べていた、こういう表現をしたんですね。で斉藤医師は当然騒ぎになったイコール昭和40年6月と思い込んだわけです。
だけど実際にはこの43年前の方の家族の場合にはそもそもこの方の家族は、5人家族で姉が2人いるんですけれども、36年生まれと昭和41年生まれの姉はどちらも特措法の一時金該当になっているんですね。41年生まれということは41年の4月生まれですけれども、それ以降の方は、特措法の一時金該当になっている。で裁判所の認定は40年6月で魚を食べたのをやめてると、だから水俣病にはならないはずだと、それだけの暴露はなかったと、濃厚な暴露はそこで終わっているはずだということで、そうなると41年生まれの次女がなぜ特措法一時金該当になったかが説明がつかない、そういった事実を無視した判決です。我々はこの件については高裁の審理の中で母親の陳述書を食べていたということについて出したんですが、残念ながら採用されなかったという点で、事実をちゃんと見てくれなかったということが今回の判決の特徴です。ちょっと今日は2人ともこちらの方に来れていませんので、一応ちょっと簡単なコメントだけいただきましたので、報告させていただきます。80代の男性ですが、漁協を辞めても同じように食べていたと、なぜ認められないのかと、悔しいけれども諦めの気分も強いと。漁協を辞めても同じように食べていた、悔しいけれども諦めの気持ちも強いということです。43年生まれ40代の女性については、ちゃんと事実を見てないと、どうしてそういう判断になるんだろうかということですね。家族全員が先ほど言いましたように水俣病別々委員の影響を受けていますので、なぜそのことを見てくれないのかと、事実を見てくれないのかということで、非常にこうおかしな判決だということを言っておりました。言いましたが、原告の団体の諦めの気持ちというと、この上訴を決めるというふうに期間は2週間ですが、事務手続きを考えると1日も早く意向を確かめて、上告するかどうかを決定したいと思ってます。諦めの気分と言われると残念ですね。女性訴訟でですね、かなり画期的な判決がありましたけども、そこからどういうところが後退してるかちょっと行政訴訟はいわゆる 50% 以上、あるいは 50% を超える水俣病の疑いがあれば行政認定すべしということを言ってました。そしてその背景に疫学を重視するという考えがありました。それから行政訴訟においては家族に認定患者がいなくても水俣病の被害者、すなわち特措法の裁定を受けた人、村山内閣時の決着で和解を受けた者、そういう者がいれば喫食歴の有力な材料になるという判断をしましたが、この度の訴訟ではやはり家族内に認定患者がいるかどうかを、それからいわゆる地発性水俣病についてはせいぜい6、7年であると、暴露から、症状発生まではせいぜい6、7年であるという狭い判断をしている。これも行政認定と違っているという点であります。違いが大きすぎるなと、いずれの争点についてもそう思ってます。著しいですね。著しい家族要件ありきでそこから症状を説明しているというふうに原告は受け取っています。だから症状はね、行政認定患者さんと全く変わらないですよ。で川魚は食べてないんだということで他の疾患が原因じゃないかという論理構造ですね。
だから行政認定訴訟、この2人の患者さんが行政認定訴訟を提起していれば私は勝てたと思っています。まあ、喫食歴の云々、暴露歴の云々の件ではどちらかというと裁判所が荒探しをしたという印象です。要するに漁協組合員辞めたから食べてないだろう、あるいは、本人がかつて昭和40年6月で要するに水俣病が騒ぎになった時点で辞めたというのを40年6月と間違えている、そこについて正そうとしないでそのまんま判決に結びつけてしまった。だからそういう意味では行政訴訟の判断とはそもそも暴露歴を認めませんから、行政訴訟は暴露歴があった場合にということが大前提になっています。その暴露歴を認めてないんで、そういう意味ではまさに門前払いだったと、まあ、そのために国の責任も全く検討もしなかったという判決です。だから非常に荒探し、私自身はこれは荒探しの事実を無視して荒探しをして企画、水俣病で企画をしたという判断だと言わざるを得ないところです。はい、感覚障害の件も先ほどちょっと変動、水俣病と認めてないんですが、暴露がなかったからそもそも認めようがないというのを感じます。そもそもなんですけども、行政訴訟の判決が、この三次訴訟の控訴審の判決にいい影響されるというふうに私も含めてというか見てたんですけども、そもそもそう見れてたのはなぜなのか、裁判体も多分違うとは思うんですが、それがその通りにならなかったということについてしましょうか。まあ、一般的な法律家の常識というかね、見方として東京高等裁判所の判決っていうのは一段重いんですよ。最高裁に判決に次ぐ価値があると。だから裁判体が違うといっても、やはり東京高等裁判所が後に出す判決も影響を受けるっていうことはあるでしょうし、あとこれはちょっと憶測っていうかね、のしすぎでしょうけど、私は行政訴訟判決を見てから国賠、この度の訴訟判決を出そうというふうにして遅らせたんじゃないのかなと。これは憶測だったんですけどね。だって三次訴訟の方が一審判決よりずっと判決が早かったし、控訴審だって先に進んでたわけです。それを遅らせるっていうのは何らかの配慮があったのかなと思っていて、期待は正直言ってしてましたよ。まあ裏切られたっていうか、まあ裁判官独立ですからね、制度上の文句は言えません。呼び入りの手間が来ませんか。平尾先生が門前払いというような言い方をしていたと思うんですけど、行政、11月の判決の時と今回その病気かどうかっていう判断枠組み自体は基本的には同じっていう前提で、それもそもそこに入れなかったっていうイメージなのか、それとも全く違う枠組みで判断しているのかっていう、まあ、行政にいては 50% 理論ですよね。それで水俣病の疑いがあるときはと、疑いが否定できないときは行政認定すべきだという枠組みですけど、この度はですね、何ですか、四肢麻痺優位の感覚障害というのは他の疾患が原因であっても、これ 9.5% っていうのはあれだよね、 9.5% あるんだと。それはやはり合理的な疑いは残るんだと、感覚障害があっても他の疾患が原因であるっていうことを肯定する材料になるということで、ハードルは上がってんでしょうね。ただ今回のものってそこまでの治療判断をするまでもなく、その魚をたくさん食べてるっていうのが認められないから、表面上の理由付けはそうですよね。まあ繰り返しになるけど、その根底はやっぱり環境省基準ですよ。認定患者と同居しているかどうかっていうところから証拠のいいとこ取りをしてると。
というふうに思います。判決の中で今のその感覚障害が違うというふうに言っているところでは、いわゆる脳の解剖した、所見によって、その、いわゆる脳にその障害が現れているものがわずかに 9.5% しかないから、四肢の末端の感覚障害が認められるからといって目尻水域マクロとの因果関係を推認することはできないと言っているんですね。これはそもそも我々はその脳にその症状が現れること自体が稀なんだと、要するに脳でその感覚障害は見れないよということを再三言ってきているにもかかわらず、あえてここでこれを持ってきて言ってくるということは、ちょっとやはりその、まあ、国のそのものにちょっとかなり影響されている、国の主張にかなり色濃く影響された判決と言わざるを得ないと思います。国と県の行政責任を問うというのがですね、この裁判の地裁の時からの柱でもあると思うんですけれども、今回どのようなお考えでしょうか。まあ、今回は論理構造からして国県の判断責任については判断を及ばないというのは、まあ、論理的に言ってそうでしょう。だからこの2人が患者と任用された場合どうであったかという判決予想ですが、やはり熊本鹿児島よりはハードルは高いんだろうなと、いうのが率直な感想です。9年遅れの水俣病っていうのはなかなかきついなと。公式に患者が発見された時はすでに甲状排水は停止していたと。だったら何をすればよかったんですかっていうのが国側県側の論理でして、そこは我々も対抗する理論はあるにありましたよ。窒素のことをね、具体的に研究すればね防げたはずだっていう論理を、対抗する論理で主張してたわけですが、まあなかなか厳しいし、昔の昭和平成4年の二次訴訟でも否定されていた争点ですからね、仮に2人認まったとしてもそこは難しかったのかなと思います。なんとかその論理は乗り換えないといけないとは思ってます。はい、今回その高裁、地裁高裁と続けて、まあ、高裁はある意味判断してないという、まあ、判決になってますけれども、まあ、そういった行政責任について、まあ、判断する場というのがこれで一度、まあ、今なくなるわけですけれども、今後についてどのように考えてますか。検討中です。まあ、環境省交渉もやるし、国会への働きかけも、国会とか関係部門への働きかけもこれから続けていかないといけないわけで、訴訟だけが責任追及の場ではないと思います。とは52年基準、2014年の3月通知、これはもう撤回してもらわないといけない。それは運動としてずっとやっていくしかないと思う。これからですね、環境省の特待室の基調とお会いになるかと思うんですけれども、うん、今3月通知の撤回のほかにですね、何か訴えたいことがあるかというのが1点と、あと県も被告になってたと思うんですけれども、県について具体的に行動を起こすおつもりはあるのか、近々あるのか、また県に対して言いたいことはどんなことがあるのかお伺いください。まあ、3月通知の撤回と裏腹ですが、行政認定ですね、審査会を正常化してくれと、何十人何百人も判断先延ばしにしている、患者は年を取るのを待ってるとしか思えません。あとちらっと思いついたんですが、環境省のですね、行政府審査会が非常にけしからんことをやっている様子があるんで、それはひどい話だなと思ってますね。とは認定制度ってのが水俣病の救済といいますかね、正当な保障でベストの枠組みですから、訴訟しなくてもいいようにしてほしいですね。若干補足しますと、不服審査会は今回昨年の行政訴訟で一番古い原告は平成20年に不服審査請求を申し立てて、24年に審査会が高等審理が開かれた。しかしそれが5年経っても採決が出なかった。
こういう事態があります。まさに職務怠慢と言わざるを得ないということです。あと環境省交渉の関係では、環境省は2014年通知はガイドライン、要するに目安、こういった項目をやって審査してくれというふうにことを言っているに過ぎないと、カットオフラインは示してないというふうに言ってますので、今回の裁判の中で国の主張をがそもそも否定されたことについて、本来そこでカットオフラインを考えるべきじゃないかということを今後、今日は畳みかけていきたいと思っています。うん、